レックスのせいで恋ができない私には。ほら、あと1センチだ。キスしてほしいんだろ。してって言えよ。してください。妄想だけが唯一の楽しみ。でもドキドキがピークになっちゃうと。いい子だな。はい。ダメ、ごめん、もう妄想やめたから。待って、ダメー。あー、なんか出る。またやっちゃった。これが、はい、私の最大のコンプレックス。もう一回絆創膏貼らなきゃ。この変なものが初めて出てきたのは小学5年生の時。好きな人に告白しようとして、あのね、好き。うわ、なんだそれ、気持ち悪い。なにこれ。慌てて帰ってお母さんたちに話したら、あらつぼみにも出たのね。ママも思春期にドキドキキュンってしちゃうと出たの。大人になったら治るから大丈夫よ。パパとの誓いのキスで消えたわ。ニキビみたいなもんだろ。名前はニッキーで決まりだな。そんなの、はい、そうですかなんて理解できるわけもなく、次の日から地獄の日々。聞いた、つぼみちゃんの。怖いし無視しよう。近寄ってくんなよ。人前でドキドキしないように、かっこいい人も見ないように気をつけてたけど。花桃さんの噂知ってる？ああ、おなしょうのやつに聞いた。あいつに好かれると変な病気うつるって。やべえよな。怖ー。もう私は誰かを好きになったらダメだ。だってこんなの誰も受け入れるわけないって。よし、これで OK。 だからこうして毎日自分自身に蓋をするけど大丈夫。つぼみ、お弁当忘れてる。お、ありがとう、いってきます。私には妄想があるから。妄想内で結婚も出産もしちゃったもんね。恋なんかしなくたって平気。ねえ、帰り北中寄らない？制服店に。行く行く。先生たち元気かな。腹減った。購買ってどこだっけ。お前まだ覚えてねえのかよ。うるせえな、入学してまだ1週間だろ。ポツン。まだ誰とも話せてない。仕方ないよね。私のことを知らないところがいいって言って遠い高校を選んだんだし。私はこうしてひそやかに生きて。花桃さん。はい。一緒にお弁当食べない？私ネネ。私リリー。行くべきかな、誘ってくれてるんだし。昼だけ屋上空いてるっぽいよ。ついでにさ、3年の教室見に行こうよ。腰抜かすくらいどちゃくそなイケメンいるんだって。写真撮ってホーム画面にするといいことあるとか。良かったのにな。てか花桃さんってなんでいつも絆創膏してんだろう。さあ、中二病？これでいいの。ちょっとでも危険なことは避けてみんなにバレないようにしないと。はあ、危なかった。腰抜かすほどって
私なら一発で出ちゃう。ジャニーズもずっと見てこなかったし、免疫力ゼロだよ。ジャニーズです。あー、ダメ、絶対。いただきます。今頃みんなで楽しくお弁当食べて、3年生のかっこいい人見てドキドキして、恋の話して、私もこのコンプレックスさえなかったら。バイバーイ、またね。はあ、早く帰って妄想して楽しもう。先生バイバイ。年下 OK になったら言ってね。うるせえ。あれは校内一のイケメン先生、こっちに来る。まずい。え、裏門から出よう。大丈夫なの？お前。うわ、かっこいい。はっ、待って、ダメ、押さえて。大丈夫です。助けてもらってこんなもの出すわけには。頭打ってねえの？逃げてた。なんで？私らマジなのに。そういうの言う女無理っつってんじゃん。ひどーい。んなことより、なんかすげーもん見たんだけど。何？教えてよ。絶対言いふらされる。キモいやつ見た。何？誰？みんなにバラされ。堂々としてればいいのよ。可愛いじゃない、ニッキー。無理無理無理、絶対今頃噂広がってるもん。せっかく遠くの高校選んだのに、もう平和な日は来ないよ。メソメソしないの。夜は必ず明ける。行ってきなさい。ママ強い。そんな。おい、よれなったぞ。はい、この先に待っているのはあの地獄の日々。見て、あいつだよ。キモ。近寄るな。無視しよう。無理、やっぱ帰。あ、花桃さん。おはよう。1限目科学じゃなくて体育になったよ。からかってやろうぜ。いやー、あ、見て見て、あれってもしかして。嘘、初めて見た。カメラカメラ、私ずっと見たかったの。3年の椿一心先輩。やばい、かっこいい。こ
り誰とも取らねえもん。もういい加減私彼女にしてよ。お前彼氏いるだろ。別れたの？あいつ顔悪いし。やばい、全力で押せる。タコの友達に送ろう。ん？どうしたの花桃さん、大丈夫？大丈夫です。あんまり私に話しかけない方が。あなたまで被害が。え、なんで？聞いてないんですか私のあれ。え、あれって何の話？もしかしてあの人、誰にも言わないでいてくれた。あの、ありがとうございました。これのこと黙っててくれて、おかげで私地獄に落ちなくて済みました。もう落ちんなよ。あの子に何したの？別に。なんだろう、ドキドキがいつもと違って、頭じゃなくて心に染み込んでくるみたいな。おい、本霊鳴ったぞ。やべえ、ゴリだ。でもよかった、あの先輩のおかげで。科学室また平和に過ごせる。本当によか。誰もいない。あれ、一ゲームって科学じゃ。またお前か。なんでこの教室、使わなくなったって聞いたから寝に来たんだよ。体育になったよ。あ、そっか、体育。すみません、すぐ出ていくので。待った。静かにしろ。一心どこ？先週私たちとデートするって言ってたくせに、何タコのこと遊んでんのよ。イッシー言ったな。おい、それなんで出んの？ごめんなさい。私先輩みたいにかっこいい人見たり、今みたいにドキドキしちゃうと出ちゃって、気持ち悪くてごめんなさい。何するんですか？何が？やめてください。うるせえな。すげえな、連動してんのか。わかんないです、力が。触られたことなんて初めてで、気持ち悪くないんですか？誰が？先輩が私を。だって小学校の時から気持ち悪いってみんなにずっと。へえ、じゃあ俺は違うわ。はそんなの別にいいじゃん、生理現象はみんなあるし。お前のはただ出るだけだろ。どうでもいい、いい意味で。言ってもらえるの
初めてだ。ありがとうございます。泣くなよ、めんどくせえな。ごめんなさい。だって嬉しくて。先輩はかっこいいし優しいしすごいです。みんな最初だけはそうやって言うんだよ。でも違う。俺は何人もの女と遊んで、怒らせて泣かせて、疲れたらこうやって逃げる勝手な男だよ。顔だけしか取り柄ねえみたいだし。あ、見て見て、3年の椿一心先輩。ホーム画面にするといいことあるとか。こっち向いて。先輩。何？お前も俺と遊ぶ。 いえ、しっかり休んでください。はあ？カーテンも閉めましょうか、枕とかは。はあ？自分がいないところで自分の噂されるのすごく疲れますよね。私もそうだった。でも先輩が彼女を作らないのも、特定の人と二人で写真撮らないのも、その子に被害がいかないようにしてるから。だから先輩はちゃんと優しいです。現に先輩、さっきだって女の子のことは一言も悪く言ってないじゃないですか。だから、なに、仕返し。また胸の奥でキューってなる。そろそろ行くわ、俺。はい。名前は？え？名前。つぼみです。花桃つぼみ。またな、つぼみ。なんで？いつもなら。ミッキーが出てもしばらくしたら引っ込んでいくのに、どうして全然つぼみって言うな、つぼみって言うんと。引っ込んでくれそうにありません。最後まで動画を見て